葉哲也は日本の漫画家。代表作に、明日のジョー、明日天気になれ、のたり松太郎、みそっかすなど、東京府出身。現在は練馬区在住。日本大学第一高等学校卒業。2005年からは文政芸術大学教授を務める。2012年7月から2018年6月まで日本漫画家協会理事長を務め。 2018年6月から同協会会長。2019年4月1日より文政芸術大学学長に就任。作風は体温のある美容線の画風で1960年代には心理描写がうまいことで評価が高かった。また情景描写が長いことで生活感が現れたという表もある。また貧しい環境の自然樹的な主人公が 微妙な摩擦を起こす話が多い。そうでない作品でも同時期の他の少年漫画に比べて人間ドラマ性が強い。初期には少女漫画の名手とされ少年漫画で人気を得てからはそちらが主となり、後に青年漫画へ活躍の場を広げた。中でも明日の城は当時の時代の象徴と受け取られていることも多く、国民的になお知られた代表作になっている。 手塚治虫がかつて語ったところによると、自分がストーリー漫画を始めて以降、本当に新しいものを加えたのは、千葉哲也だけだと思っていると、また、明日のーの連載開始時点で、梶原一揆が手塚治虫に並ぶ別格作家と語ったことがある。楠木貴きは、千葉氏は手塚治虫から最も影響を受けていない漫画を描く人だと、語っている。 1939年1月11日、東京府東京市京橋区赤市町の聖露家国際病院で生まれる。同年11月に日本を離れ、朝鮮半島を経て、1941年1月2歳の時に満州国宝典に渡る。印刷会社に勤めていた父親が暖房用にともらってきた紙の切れ端に絵を描いて寒い、冬を過ごしていた。 1945年、同地で終戦を迎え、敗戦に伴い、暴動や略奪などが相次ぐ、社会的混乱の中、生と死が、隣り合わせの過酷な幼少の一時期を過ごした。父の同僚の中国人助手側に、一家は助けられて、屋根裏部屋にかくまってもらった。翌年、家族ともども、日本に引き上げ、千葉、飯岡を経て、東京、墨田区。 小梅町に移り住んだ。道端に落ちていた豆本で、初めて漫画を見る。アラビアンナイトを題材にした、杉浦茂の作品で、その面白さに衝撃を受け、漫画にのめり込む。しかし、千葉の家は漫画に対して厳しく、一切禁止されていたため購入や家で読むことはできず、友人の家で、こっそりと読むなどしていた。小学生時に、千葉が絵を好きなことを見て声をかけた。 木内隆史夫と親友になり、彼が作成していた、同人誌、漫画クラブ2950年より参加するようになる。高校生だった16歳の千葉は、新聞の産業広告で漫画家を募集しているのを見つけて、日照書店に応募。社長の石橋国松は、千葉にプロの生原稿を見せて、道具の使い方を教え、試しに描いてくるように指示したため、千葉は、 本格的な執筆を始めた。約3ヶ月間にわたり、毎回20から30ページずつ原稿を持っていくと、その度に続きを描くように言われていた千葉は、これをテストだと思い込んでいたが、128ページ目で話を終わらせるように指示を受けて描いた最後の原稿を持ち込むと、その場で当時の大卒初任給を超える12,351円を原稿料として、 石橋から手渡された。この時に執筆した復讐の背虫男は1956年に貸本として出版され、千葉は17歳で漫画家としてデビュー。以降、高校に通いながら貸本の執筆を続けた。高校卒業を前に先輩の漫画家である鳥海安について訪れた少女クラブの編集部で自身の原稿を見せて執筆依頼を受け、 読み切り、リカちゃんを執筆。また、同時期に訪れた少女ブックでも執筆依頼を取り付け、読み切り、舞踏会の少女を執筆する。両作ともに1958年に発表されたが、少女ブックが先に発売されたため、舞踏会の少女が雑誌デビュー作となった。共に、少女誌となったのは、当時執筆人が固まっていた少年漫画に比べ、少女漫画の方が、 新人の入る隙があったためであった。両作をきっかけに連載も依頼され、同年6月号より、オデット城の虹とママのバイオリンを同時に連載開始する。しかし、少女ブックが千葉の了承なしに別冊への掲載を予告したことを機に講談者との先続契約を結び、オデット城の虹は連載途中で降板する。1961年には、 週刊少年マガジンにおいて野球漫画、誓いの魔球の連載を開始し、少年漫画の執筆にも活動を広げる。1962年より少女クラブの別冊付録で1.23と4.56を連載開始し、同年に同作と、魚屋チャンピオンで第3回講談社児童漫画賞を受賞する。その後も、資が改めの高、雪の太陽などヒット作を手掛け、 1965年に発表されたハリスの旋風はテレビアニメ化され注目を集めた。1968年には劇画作家高森麻尾と組ボクシングを舞台とした明日の女王を発表。同作品は爆発的なヒットとなり連載されていた週刊少年マガジンの発行部部数を飛躍的に伸ばしたほか一躍社会現象にもなった。 その後は、各界を舞台にした、野谷松太郎や、プロゴルフを舞台にした、明日天気になるなどスポーツ漫画のロングランヒット作に、加え、幅広い作品を発表。1980年にはこれまでの功績を称え、青年漫画家の発掘を、主とした、講談社主催の千葉哲也賞が設立された。1984年の創刊時から、ゴルフコミックの表紙イラストを担当し、 2018年の休館まで続いた。2009年9月6日、国際漫画サミットフェスタにて、国際漫画サミット実行委員会委員長、水島真司、漫画ジャパン代表理事、里中町子、環境大臣、斎藤哲夫、デジタル漫画協会会長モンキーパンチと、少年よらケットを抱けの執筆中、心臓疾患と網膜剥離を患って、手術を受けることになり、 千葉の身を案じた妻が千葉の入院中にスタッフを解散させた。このため、1994年に連載を終了した少年よラケットを抱け以降は短編作品の執筆を中心とし、大人数を雇うプロダクション形式での長期連載は行っていない。1998年には柳瀬隆の公認として、社団法人日本漫画家協会の常任理事に就任。 また、2002年に横浜市で開催された第5回アジア漫画サミット実行委員長に就任し、漫画文化の担い手として活躍する一方、2005年からは文政芸術大学で漫画専攻の教授を務め、後進の育成に力を注いでいる。表現の自由に関する問題にも関心が高く、東京都青少年の健全な育成に関する条例、 改正問題に関しても何度も積極的に発言しており、特に東京都知事石原慎太郎が進める非実財政少年規制には否定的。2012年日本漫画家協会理事長に就任し、2018年6月から同協会会長となる。2019年4月1日より文政芸術大学学長に就任。四人兄弟の長男で実定に 漫画家の千葉明夫と漫画原作者の七十三太郎がいる。妻は漫画家の千葉幸子。千葉の次男の千葉周平は文政芸術大学で専任講師を務め、父の助手として漫画教育に携わっている。連載作品のみを記載。詳細は千葉哲也の漫画作品一覧を参照。ありがとうございます。